で、その練習方法のさっきの、まずはこの251を練習するっていうのは、そうですね、この枯葉とかが、から、だいたいこう、皆さん、初めにやるものらしく、枯葉の場合は B フラットなので、キーが。251といえば、Cm7、F7、B フラット、メジャー7。で、まあ、この4小節目に、4メジャー7があるので、E フラット、メジャー7。という、こういう流れになるんですけど、ここの B フラットメジャー7と E フラットメジャー7はほとんどスケール的にもコード的にも、まあこれが、トニックですし、これはどうだったかな スケール的に似てるんですよね。まあこれは、4だからサブノミナントではあるんですが、どうしようかな。ちょっとこれ聞いてみますか。あ、ちょっとこれ、ここに4が入ってないんだよな。そうですね、最終的にはこの、2514っていうのを練習したいわけですよね。枯葉が、2514っていう進行なのでなんですが、その前段階としてこの4というスケールが、1のスケールとほぼ一緒なので、まずは251を練習しようということなんですよ。で、どこまで行った？で、そうですね、ちょっとソロフレーズっていうのを、例えばということで作ってみたんですけど、これはもう、ソリストでね、このソリストでビバップピアノっていうことで、60から80にしたかな。だいたいこの五線譜のこの上下1下線ぐらいの以内に収まるようなのにして、サンプルフレーズを作って、それが何度も音になるかっていうのをここで見ようっていうことなんですよ。で、それが分かれば、じゃあどういう音が使えるのかなと。どういう音がジャズっぽいフレーズなのかな、どういう音遣いがジャズっぽいフレーズなのかなっていうのを、試してみるために、作ったもんですね。どうしようかな。説明のためにですね、これ、B フラットじゃなくてちょっと C にした方が、わかりやすいので、キーを C にして、キーの C の251なんで Dm7 G7 C メジャー7ですよね。それで、さらに、曲のキーを基準にして、曲のキー、すなわち C を基準として、この音は何の音なのかと。Dm の中で、ここのレの音は、ルートの1っていうふうに表示されるんですけど、曲のキー、すなわち C から数えて、レの音は2ですよね。だから Dm7 っていうのはダイアトニックコードで言うと 2のコードなんで、こういう音を使ってます。で、5のコードの時にはこういう音を使ってます。1の
コードの時にはこういう音を使ってますっていうのをちょっと、いろいろ研究するために、ジャズっぽいこう、フレーズはどんな音で作られているのかっていうのをちょっと。それをちょっと、見てみたいんですけど、例えば1個目のフレーズが、ルートから始まってますよ。あら？今の、レの音から始まったんで、スケールで言うと、2度の音から始まっ、あ、スケールっていうか曲のキーで言うと2度の音で始まってますけど、コードで考えたらこのフレーズは、ルートから始まってるんですよね。だからここで言う、ルートからフレーズを始めるのも別におかしくはないんですけど、考え方としては、楽なんですけど、ルートから始めるっていうことは、特にベースとかは、ランニング、ウォーキングがルートから始めるので、ベースに限らず、多分ギターでもピアノでも、管楽器の人でも、ルートからフレーズを始めるのは多分、そのコードをパッと見て、Dm7 だったら D の音がパッと浮かぶから、これはすごくやりやすい方法なんですよね。なんだけど、単純になってしまって、ソロっぽいフレーズじゃない感じがするので、そこからもうちょっと発展させようということで、この3度の音をこうやろうとか、5度の音とか7度の音とかを、やろうとしてるんですっていうのが解説ですね。で、ちょっとじゃあジャズっぽいフレーズはどういう音でできてるのかというのをちょっと何個か聞いてみましょうか。今のこれ1度ルートから始まりましたよね。今、コードに対する度数表にしてます。これもルートから始まりましたね。この C のとこは3度から始まりましたよね。今これ7度の音から始まりましたよね。4度の音から始まりましたね。で、今ちょっと面白かったですよね。シンコペーションして、テーンテテテテテンってなりましたね。テーンっていうのは C の音から、C の C メジャーセブンのコードから考えたら2度の音が、シンコペして、前でルートにタンタタタタタンタンタで、ここで、ルートが出てきてコード感が出ますよね。タタタタンタタタ。この2度の音は、ナインスの音なので、スケールとしても成立してますし、3度の音が、来てて、コード感が出てますし、で、7度ですよね。7度は、フラットセブンのセブンスではなくて、普通の、フラットがつかない C なんで、C メジャーセブンの、メジャーセブンの音そのままですよね。コードトーンですよね。これ伸ばしてますよね。だから、ターンは前から来て、ここのターンタ、これ短い音だけど、これ強拍になるのかな。どうなんでしょうね、これは。これは強拍とは言わない。2拍目の裏だから 強拍とは言わないと思うけど、印象的な、こっから、これは前のコードの、続きの音みたいな感じ。で、ここが、その C メジャー7のコードに入った最初に弾く音みたいな感じだから、多分ここが強い印象の音になると思うんですよね。強拍のリズムではなくて、この C メジャー7のコードに入った小節で最初になる音。ということで、これがコードトーンの、で、しかもルートの音。で、これは経過音で、これは、
コードトーン。で、またルートに戻って、また、コードトーンが伸びてる。っていうところで、ここは、すごく典型的な伸ばす音はコードトーン。強く印象に残る音はコードトーン。で、あとは、経過音は、アプローチの音とかスケールの音っていう、ここですよね。これに完全に当てはまってると思うんですよね。で、あとリズムをこういろいろ変える。で、音の形、山になってるとか、モチーフを変化させるとか。ちょっとじゃあ続きを聞きましょう。ルートで終わってますよね。最初は5度で始まりましたね。この3度の音が特徴ですよね。で、5度ですよね。今のとか、そうですよね。あら、どこ行った？ちょっと間違えたな。ちょっと待って。あら、どこに行った？3B っていうのが出てきたんだよな。 3B どこだ、わかんねえな。あら、今のなんかはあれですよね。スケールっぽいフレーズですよね。やっぱり最初に弾く音が、コードトーンではない音。まずルートではない。さらには、これはコードトーンだな。ここですね。ここ G7 の中の、3B、 これは、G7 から見て、フラッタンサンドの音なんで、 G7 はの、メジャーサードの音でもないし、メジャーサードの音の、半音下の音だし、この 2B は2度の音の半音下の音だし、これ1度で初めてルートが出てきて、で 7B は、セブンスの音なんで、コードトーンですけど、こことここがあれですよね。コードトーンではないですよね。ちょっと私もよくわからないのですが、この251フレーズで、最後の1は安定感のある、コードトーン、スケールトーン、ドレミア、ソラシド、がメインに使われるんですけど、この5度のコード、251の5のコードのところは、ダイアトニックで言うとあれなんですよね。5度の時はミクソリディアンでしたっけ。5度の時は、トニックがまず C メジャー7ですよね。で、2が D マイナー7で、 G はミクソリディアンですよね。スケールとしてはミクソリディアンなんですけども、ミクソリディアンっていうのは、キーが C の場合にはソラシドレミファソがミクソリディアンなんですよ。で、このダイアトニックは、ヨニアンがドレミア、ソラシドで、でマイナーセブン、2がドリアンがレミファソラシドレ、フリジアンがミファソラシドレミ、リディアンがファソラシドレミファ
ミクソリディアンがソラシドレミファソ、エオリンアンがラシドレミファソラ、ロクリアンがシドレミファソラシというドレミファソラシドを基準に始める音を変えただけなので、すごく単純な感じがするんですよね。でこの G7 の5度のコードのところだけ、5度のコードのところだけこの、ミクソリディアンじゃなくて別なスケール、そこがね、この辺からあのジャズっぽいあの考え方になっていくんですけど、オルタードスケールとか、あと何でしたっけ、2つの、スケールを組み合わせた何スケールだっけ忘れた。その辺のスケールを使うのが良いというか、ジャズっぽい、フレーズになるという話があって、それもまたこの、次の段階で、自分用にまず課題を作らないといけないんですけど、この 5のコードの時にジャズっぽい、フレーズになるスケール、があるんですよ。それを、ちょっと勉強してまたまとめて、自分用の課題を作ってっていうところまでちょっと、なんとなく分かってきて、それを練習してる最中なんですが、これそうですね、例えばということで作ったフレーズがどんな感じ音になってるのかっていうのを今分析してる段階なんで、ティンティンタッティンタってのもいいですよね。2のフラットから2B って書いてあるのは2度のフラットの音なんで、スケール的にはフラットナインスですよね。でこれがナチュラルナインスです。フラットナイン、ナチュラルナイン、このナインスの音をこれはクロマチックアプローチ、半音下からティニタティニタっていう、これいい感じのフレーズでしたよね。でこのナインスもコードトーンではない、スケールトーンではあるけどコードトーンではない。でしかも、ルートではないし、スケール、ミクソリディアンのスケールではない。これなんだっけな、オルタードかなのスケールにあるかもしれません。ちょっとじゃあ調べようか。オルタードスケール、C のオルタードがあると分かりやすいんだけどな。あった、C のオルタードはほらフラットナインと、まあそしてシャープナインで3度、これは11はファのシャープ11は、そうだそう、11はフラットフィフスと一緒なんですよ。でフラット13はこれはドシラ、ラのフラット、ラのフラット、ラのフラットはソのシャープだから5度のフラット5度とシャープ5度ですよね。シャープ11スとフラット13スは5度の、半音下と半音上、あとマイナーセブンスって書いてあるんですけど、どう、これはまあ普通のセブンスの音ですよね。メジャーセブンスじゃないセブンスの音。オルタードとなんだっけな、もう一つ有名なの、ということでこのこれはそうだな、このオルタードスケールのフラットナインの音から始めて、
これはどう解釈したらいいんでしょうかね。あとダイナミクスとかあるんですよね。タタタタタタタっていう、どこにアクセントを、その3連符とかを入れるといいですよね。途中にこういう、そう、休符を入れるのがいいんですよ。全部弾くんじゃなくて、そうそう、休符から始まったり、こういう、これなんだっけアンティシペーション、シンコペーション、だいたいそうですよね。8分音符がメインになって、まあ目立つ感じ、ソロなんだから3連符の最初こう休符入れるとかもいいですよね。やっぱ休符が頭に入るのはいいんですよ。ジャズっぽい感じなんですよね、ソロっぽい。んタッタタン、こういう伸ばすのと短いの組み合わせ。8分音符ばっかりだとなんかリズム的につまらないんですよね。タタタタタタタとかもいいですよね。これ山形谷形のモチーフですよね。タタ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 タっていう、シンコペーション。休符を入れる。最後に安定感を出すルートで、これはコードの度数表示なんだけど、コードの度数表示で分析っていうか、どうなってるのかなと見える時はこうなんだけど、じゃあキーから考えたら、キーを基準に考えたらどういう音使いになってるのかなということですよね。なんでこれをやったかっつったら、このコード進行としては251なので、ダイオトニックコードの中のコードですよね。2と5と1を使ってるわけだから、このダイアトニックコードの中のコードであって、それ以外のノンダイアトニックコードではない。要するにキーオブ C の251で転調してないってことですよ。転調してないコード進行なんだったら、全部その、例えばキーオブ C だったらドレミファソラシドが使え、ドレミファソラシドじゃないのかっていう話ですよね。ドレミファソラシドじゃない音をどこに使ったらジャズっぽいのかっていう、分析をしたかったので、こういう表示をしてます。で、じゃあその Dm7 の時にはドレミファソラシド以外の音って言ったら、例えばこれですよね。4シャープから、これは多分5から4に行く経過音なんですよね。5、4シャープ4で、ここですよね、問題は。G7 の5のドミナントセブンスっていうんですけど、ドミナントセブンスのこのこれは V7 って書いてドミナントセブンスっていうコードなんですけど、1から数えて、これがサブドミナント、ドミナント、トニック、サブドミナント、ドミナント、この3つが3大コード3なんだっけな、主要3和音か、主要3和音って言って、このセブンスがものすごく大事なんですけど、この5ドミナントセブンスの時にどんな音が、
キーオブシーから数えてどんな音が使われてるのかと。ほぼ、なんですかね、外れた音が使われる確率はここのコードのところに多いっていうのがわかるんですよ。これはあんまり外れてない。全然外れてない。フレーズとしてもなんかつまんないですよね、こういうのは。まあこれは多分経過音だろうな。これも経過音だな。これいいですね。これはジャズっぽいフレーズでしたね。ちょっともう一回。ここも、これはどうかな。さっきのフラット9ですね、これね。これもいいよね。これも、軽音かな。ここら辺がいいよね。これはちょっと単純だな。そうなんですよ。すごくかっこいいジャズっぽいフレーズっていうのはやっぱりこういう効果的な音をドミナント7のところで使ってるんですよね。なので、私がちょっと次にやろうとしてるのは、この、こういう3度の音とか、5度の音とか、とりあえずそのコードの中で、パッと指が3度、5度っていう意識が、指が覚えないといけないですから、体で覚えるのが、頭も大事だけど、体が動かないと、なんだっけ、認知、判断、操作。その操作ができないと、操作を覚えるためですよね、これね。で、認知、判断は、車じゃないんだから。まあ、そうですね。理論があってこその、で、二つアプローチがあって、こういう頭で考えてフレーズを作るという方法と、あとはひたすらこのコードだけをこう鳴らして、コードだけをこうひたすらこう鳴らして、そこに合うフレーズを弾きまくる。これをひたすら流して、これに合う、フレーズを弾きまくるというアプローチもあるんですよ。これはこれでいいんですけど、いいけども、例えばキーボードだったらこれ弾いて、で、録音というか、ミディ録音したら何度の音か出るじゃないですか。だからめちゃくちゃ羨ましいんですよね、キーボードとか、そういうこう、ミディ録音できる楽器。ギターも今はできるんですかね。の人っていうのは、自分がこう、このバッキングに合わせて弾いて、何度の音が、このフレーズが良かったのは何でかなっていう、後で分析できるんで、まあ、音楽を初めからこう、ピアノからとか、勉強してる人っていうのは、
そうですね、自分の音が弾いたのが何度の音でどういうフレーズだっていうのが分かるんでしょうけど、自分のようにこう邪道で始めて 楽になんかこう近道をしようとずるいことをしてる人間にとってはそういうのが、できない人が多分多いと思うんですよね、ジャズを。自分でこう始める人っていうのは。なので、そう、こういう録音してこうフレーズを分析するとか、そういうのがピアノだったらやりやすいから羨ましいなと思うんですけど、まあピアノ側でジャズ弾く人っていうのは多分一応基礎としてピアノを途中まで習ってた人とかいう人が多いので、ほとんどは多分譜面を見て弾ける人が多いと思うんで、自分が弾いた、そういうフレーズが何度の音を弾いてるとか多分分かって弾いてると思うんで、まあ、違うと思うんですけどね。なんだっけ？どこまで行ったっけ？そうですね。使える音を、運指で把握しておくのために、まずこれをこういうのをやってます。で、ルートから、フレーズを始めるのは、運指とかから考えたら楽なんですけど、フレーズが単純になります。で、さっき途中にありましたよね。つまんないフレーズだなって言ったやつ。つまんないフレーズはどれだ？こんなやつ。こういうこれはほとんど全部、あれですよね、ダイアトニックスケール？ドレミファソラシドだけで構成されたフレーズですよね。あら。では、ダイアトニックのドレミファソラシドだけを使っていますが、コードトーン以外の音は使っていますよね。ここの2度とか、ここの4度とか、ここの2度とか、6度とか、2度とかいうのは、コードトーンではない、ルートから始まっていないスケールの音を使っているという、ここで言えば、これが第1段階だとしたら、これが第2段階である、これが第3段階とでも、こっちの方が簡単なんだよな。これができたら、その次これをやって、その後でこれをやる方が、順番としてはいいかもしれない。これが難しいんだから、このスケールノートをパッと、順番に弾くんではなくて、このスケールノートの中の、途中の音を組み合わせてフレーズを作る。これが一番難しいんだから、これの方がまだ簡単ですよね。これをやった後、これをやって、これをやった方がいいかもしれない。で、何が言いたかったかというと、スケールだけの音を使っても、ジャズっぽいフレーズではある。かっこいいフレーズではないかも。ちょっとフレーズがかっこ悪くはあるかもしれないけど、今みたいなやつは、キーで考えたら、そうですね、ドレミファソラシドしか使ってないけども、まあ初め休符で始めて、リズムをちょっとこう
シンコペーションとかして、まあ8分音符がしたいですけど、4分音符8分音符を入れて組み合わせてジャズっぽいリズムにして、なので、そうですね、こことここかな、こことここ、スケール、まあここ、この間にあれがあった方がいいかもね。この間に、なんつうかな、キーのダイヤの時、キーの、キーのダイアトニックスケールとでも言いましょうか。5じゃない、4だ。あら、これは要するにドレミアソラシドですね。ちょっと難しいかな、表現が。これで、C のドレミアソラシドだけで251を弾くというレベルなんですよね。このさっきのこのフレーズもこの次のフレーズも1234567しか出てきてないですよね。これ聞いてみましょうか。ここに、これになると急にこうジャズっぽい感じが、かっこいい感じになるじゃないですか。それはなぜかって言ったら、やっぱり5から6に行くこのアプローチの音かな、軽感音とでも言いましょうか、で 3B から3に行く、4を使っ、4はいいかとかいう、この辺で、いや、この辺が入るだけでも、アプローチノートとか軽快音が入るだけでもだいぶかっこよくなりますよね。で、ドの音をどこに軽快音を入れるかっていうのがやっぱりコツがあるんでしょうね。そのコツをがパッとできるようにならない、なればかっこいいフレーズが弾けるという、ここのこれがパッと弾けるという段階ですよね。どこでそのアプローチの音、軽感を入れるか、どの音とどの音にの間に入れるか、これで言うとこの3度のフラット3度の音はブルーノートって言って、あとこれもそうじゃないかな、6度に行く本来は、フラット5から5に行く、5度の半音下から5に行くとか、5と3の、半音下から上がるのがブルーノート7かもかな。で、多分これもそうだと思うんですよね。5の半音上、6の半音下っていうのを、散りばめると、5に行く半音下から行くとか、6に行く半音下から行くとか、5から6に行く半音に入れるとか、3度に行く時には、半音下から弾いて行くとか、2から3に行く時に半音入れるとか、多分その辺がポイントなんですかね。単純に考えたらですよ。で、このスケールになってくるとまた違うんですけど、どこまで行った？で、今練習してるのは使える音を把握するルートから始める、で3度から始める方がフレーズらしい、メロディーらしい
ソロっぽい。ルートから始めてもいいんですけど、ルートから始めるとちょっと単純すぎるので、やっぱ5度から始める、3度から始めるみたいなことをができた方がいいので、この3度とか13とかいうのを作って練習してるわけです。この解説が欲しいということだったんでね、その解説をしようと思って今これとりあえずまとめたんですけど、全然こういうのが体系的にまとまってる資料がなかなか見つからなくて困っております。誰か偉い人、あとはそうですね、さっき言ったアプローチノートから始める、言うはやすしですよね、本当に言うはやすしですね。こういうこうアプローチノートから始めたらかっこいいよとかね、あとはこうそうですね、アルペジオを練習するのはランニングはできてもベースの場合は特にそうなんですよね。ランニングは一度の音から始まるから、次のコードをパッと見た時に G の音、C の音、D の音っていう風にコード進行を見ながらこうランニングする時に、そのとりあえずこれをまず見る、その次にこのマイナーなのかメジャーなのかを見る、でメジャーのところでマイナーを弾いたらおかしいですし、マイナーのところでメジャーを弾いてもおかしいですし、あとはそうですね、セブンスなのかメジャーセブンスなのか、その次に普通の5度を弾けばいいのかフラット5を弾けばいいのかっていうところを見て弾くので、多分ルート3度5度は弾けるんだけれども、アルペジオを弾くとなるとちょっとなぜだかウォーキングはできるけどアルペジオはパッと弾けなかったりするんですよね。なぜなんですかね。訓練をしてないからですよね多分ね。なので訓練をすればできるようになるはずなんで、ウォーキングはできるんだからアルペジオできるはずなんですよ。だからやればできるはずなんで、やればいいんだと思うんです単純に。で問題なのはこれですよね、スケール。このスケールが1とか2とかは割といいけども、この5のスケール、オルタードとかなんだっけな、2つを一緒にしたスケールなんて言うんだっけ、なんとかなんとかを弾けるようにした方がいいんですよね、この5度のコードのところでっていうのが頭で今分かってて、やんなきゃなと思ってて、その練習をするためにどういう、そうですね、バッキングに合わせてやるのがいいかなと。それと、フレーズをコピーするのがいいので、ここで作ったような、サンプルフレーズを、これは、メロディストって言って、メロディーを作る機能があるんですよ。それで作ったものは単純なメロディーができるので、難しいフレーズがを作らないので、メロディーを作るんだから、まずはそれで単純なメロディーを練習した方がいいのかなと。ほとんどそうですね、コードトーンとドレミファソラシドの、ダイアトニックスケール、これはフラット5だからコードトーンか、もう 3連符を途中に入れるといいですよねっていう風に、シンプルなフレーズが作ってくれるんですよ、メロディストっていうのは。なので、速いフレーズが全然ないでしょう。なのでこれをコピーすれば、とりあえず、
失礼しました。これをコピーすればとりあえず簡単なフレーズは弾けるようになるかなと。メロディーですからね。で、メロディスト01、メロディスト1と2、2つパターンを作ってみました。G マイナーと B フラット。何かっつったら、G マイナーっていうのはマイナーに行く251なんですよ。G マイナーに行く251。これも枯葉の進行の中のものですよね。で、B フラットは、B フラットメジャー7に行く251なんで、枯葉がこの C マイナー7、F7、B フラット7の251と、G マイナーに行く251の組み合わせなんで、その2パターンを練習すればいいなと思って、作っています。これはそうですね、今度はメジャーの方のメロディストですね。なので、シンプルですよね。メロディストっていうのはフレーズがシンプルなものを作る機能なんで、で、それがで、それをまあコピーしてどんな感じかっていうのが慣れてきたら、今度ソリスト、さらにソロっぽいフレーズですよね。これも G マイナーのものと B フラットのものを2パターンずつ作って、これはもうこのままフレーズをコピーするっていうのも大事なんで、自分でただ作るっていうのはちょっと限界があるんで、アイデアに。やっぱり人のいいフレーズっていうのを、何個か練習してパッと弾けたら、好きなフレーズを弾けたらいいですよね。のフレーズコピーのために作りました。それがソリストですよね。251のソリストで、ここまでやったらほぼ枯葉はだいぶ弾けるようになると思うんで、他にそうですね、7度6度2度とかいろいろ作りましたけど、そうですね、あとはそうですね、スケールトレーニング、枯葉のスケールを練習するのにどういう度数表示になってるのか、 B フラットで度数表示してみたとか、ドっていうのは B フラットから数えて2度なんで、で5度の時には5から始まるスケール、 F7 もドレミファソラシドでいけるんですよ。で、251の1に戻りました。 B フラットイオニアンだからドレミファソラシド、 B フラットから数えてドレミファソラシドですよ。ここにこうフラットが2つついてますから。で、ここですよね。これはリディアンだからいいのか。これも E フラットメジャー7なんで、4のコードはこれこれ、これはいいのか。 A の6リアン、ここ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  D の、D のハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローっていうコードが出てきま、コードというかスケールが出てきて、ここを覚えないといけないですよね。このここがなんでかっていうと、ノンダイアトニックコードなんですよ。この B フラットのB フラットのダイアトニックコードは B フラットが1、2が C マイナー7ってなって、ここのコードが D7 なん
ったんですけど、ちょっと度数表示にしちゃったからないけど、 D7 なんですよ。37だから D7。 本当はダイアトニックの理論で言うと3の場合は Dm7 でフリジアンの、スケールなんですが、 D7 っていうことは、コードが違うので、じゃあどういうスケールを使うんですかということですよね。で、ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローっていうのはちょっと調べてください。で、ややこしくなりますが、単純に考えたら、じゃあキーから考えたら何が違うのって言ったら、この3度の音がシャープしてる。なぜかというと、元はダイアトニックで言うと3度の、コードは Dm7 だったのに D7 になってる。わかりますよね。マイナーがメジャーになったからです。マイナーがメジャーになったから、ここの3番目の音が、シャープする。わかりますよね。なんとなくでいいんですよ。だから D のハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローで考えると、指使いが難しく、まあそっちを覚えてもいいんですよ。そっちを覚えていろんなコードに、コード進行に対応できるようにしてもいいんです。なんですけど、もっと単純に考えようと思ったので、じゃあここが 3m7 じゃなくて 3m7 になったら、じゃあなるほどなということですよ。ここが違うだけなんで、このハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローの指使いを覚えてもいいんですよ。覚えてもいいんだけども、枯葉をとりあえず弾くんだったら、ここの B フラットから数えてドレミアソダシドの音じゃない音が出てきて、ここの音だけ違うんですよと。なので、Dm7 じゃなくて D7 だから、ここが D の音ですよね。 E の音ですよね。で F シャープ、 F だったら単3度になるけど、 F シャープでメジャーサードの音になりますということで、ここだけ意識すればいいですねという例を示したかったんですよね。ここだけ、なんていうかね、そこをちゃんとその音を弾くだけでものすごく感じが出るんですよ。さっきのね。で、ここら辺になってくるとちょっとね、もう覚えるしかないですよね。Gマイナーだから、Gマイナーの、G はちょっと待ってよ、自分のためにもちゃんと考えよう。 G は、Gマイナーは B フラットから考えたらエオリアンのスケールでもいいんですけど、メロディックマイナーを弾くと、もともとこの曲は B フラットの曲、キーとしては B フラットなんだけど、 B フラットイコール G マイナーだから、曲としてはマイナー調なんで、 B フラットというよりは G マイナーと表現した方が曲調を表す。だけど、理論的に表現するんだったら B フラット、曲調的に表現するんだったら G マイナー。もともと曲は G マイナーの曲なんで、 G をキーとするマイナーの曲で、 G マイナーがトニックだと考えたら、ここを一番こうメロディックに弾くのが曲としてふさわしいというふうに考えて、ここは G マイナーの時は G のメロディックマイナーの、メロディックマイナーっていうのは上がる時と下がる時とこうスケールが違うんですよね。
これを弾きましょうと。そしたら、Gマイナーっぽい、メロディーな感じが特に出ますよということなんですよね、多分。よく知りませんけど。なので、ここが G のメロディックマイナー、上行下行なっていますと。なので、メロディックマイナーもこの曲で練習できますよと。出た。ここでまたあれですよね、 G の G マイナーの曲なのに G7 が出てくるので、 G のハーモニックマイナーパーフェクトフィクスビローをのスケールを弾くんだけども、どこが違うのかっつったら、これはちょっとあれだな、考え方として難しいな。これをこうダイアトニック的にこうキーの度数表示的にこう考えたら、さっきのD7 のところよりは説明が難しくなるな。この2番目の音は、あ、3番目の音は G から数えて3度の音だから、マイナーじゃなくメジャーなので、ここにフラットがついてるのはなくなってナチュラルになると。で G から数えた3度の音になります。超3度の音になります。でここですよね、問題は。ドレミアソーラ、ソとラは、ソとラは1音で、ここをなぜフラットなのか、ここはやっぱりこっちで考えないとダメか。こっちで考えないとダメなんですね。めんどくさいですね。単純に考えられないな。まあ、ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローも練習しましょうということですね。ここら辺は単純なんですよ。これいいですよね。やっぱここですよね。でメロディックマイナーですよね。やっぱハーモニックマイナーこれですよね。ここら辺はいいですよね。 B フラットのドレミアソラシドを弾いてればいいんだから。で、これが弾けたからといってソロができるのかといったら、スケールを元にしたソロができるのかといったら、そうではないんですよね。これがまあ今のスピードでコード進行に合わせて弾けたとしても、じゃあそのスケールの中からどの音を選んでどういうふうにフレーズを作るのかっていうのがまた難しいわけですよね。そのためにこれを考えてるわけですよ。でこれを自分でこう開発するのは、どういうつながりでどういうリズムでどういう組み合わせがジャズっぽくていいのかっていうのはなかなか見つけ出しにくいので、過去に偉人たちが作った試行錯誤の末作ったかっこいいフレーズを真似した方が早いという方法もあるよと。でいっぱい引き出しを作っておいて、
それを組み合わせた方がいいかもしれないよということで、フレーズのコピーとかですよね。で最終的にはその自分の引き出しの中からいっぱい組み合わせて作るんですけど、そのじゃあかっこいいフレーズがどういうふうにできてるのかっていうのはやっぱりこういうフレーズのアナライズとかですよね、という解説でした。終わり。